よろしくお願いします。そういえば前回の、お茶枠祭りからこの1ヶ月何をやってきたか見ていきましょう、うん、珍しくね振り返ろうかなと思ってね。まあね、珍しくっていうかね、起きた時間がね7時ぐらいに起きれたんだよね、今日2時間前ぐらいに。だから時間あったんで、なんかね配信の録画のサムネイルをね、スクショ撮ってね、一覧表作っといたんだよね。そう、何やってきたかってこんな感じなんですが、8月18日が金のお茶枠祭りでした。なんかこの変な帽子かぶってるやつね、これね。そうね、7時間もこじきしまして、日付を超えてですね7時間も配信やってたんだよね、これね。8月18日はね7時間収益をつけてたという、日付をまたぎね、だいぶ長めにこじきしたんですけど、で翌日の19日、俺ねサムネイル見るだけで覚えてるんだよね、俺何やったか。これはね、夕方埼玉でゲリラ豪雨が発生したって言って、車載を始めたんですけど、向かったら雨が上がって、ゲリラ豪雨が消えてしまったんですよ。だから、ミニストップにパフェを食った日ですね。で、お前ゲリラ豪雨じゃなくて、ただ38歳のデブなおじさんがパフェ食っただけじゃねえかっていう。ね、その配信だよね、これね。覚えてる。続いて、8月21日、0時45分。ね、43分13秒。今日はありがとうって。これはあれか。ライブの後かな？おそらくね。ライブの後ですよね。ライブの後、帰ってきてちょっと配信したっていう感じかな。うん、ブローアップですね。うん、覚えてます。スタート時間が0時45分だし、時間的にもね、多分そうだと思います。で、続いて、8月21日。これも8月21なんだ。うん、ホラー映画レビュー。これは、みんなの歌か。怖かったやつだね。うん、みんなの歌。この日は気持ちよく6時間49分も配信しておりますね。はい。で、その次、クソ企画。8月23日。シーチキン南方を作るぞということで。シーチキン南方を作ったんですけど、これ、8月21から23で22日が抜けてるじゃん。こうやって、なんかツイキャスが連続した日じゃなくて、1日空いたりすると、話したい話がすげえ増えて、オープニングトークがすごい長引くんだよね。だからサムネイルが自分の顔になってて、2枠目にようやくシーチキンランプを作ってるという。で、配信時間はぴったり8時間というね。だいぶ長くなりましたね、これね。この日ね。この日は、ロングラン。うん。で、2枠目にようやくシーチキンランプということで、ございます。うん。これが8月23日。で、次。じゃーん。8月23。これも何か分かんないな、これ。サムネイルで分かんないね、これ。タイトルがないね。これ分かんないね。あ、あれだ！ヒロミだ！ヒロミ。24時間マラソンの考察配信じゃねえか、これ。この辺。特に25は。25はそうだよ。だって翌日がさ、24時間テレビの T シャツ着てるんで、25日は考察配信だ。23。23はシーチキンランプか。え、待って。10時間25分もやったの、これ。そっか、3枠目なんだ、これ。なんかサムネイルでわかんねえなと思ったら、シーチキンランプの日、10時間25分配信してんだね、これね。きっしょ！長っ！うん。そういうことか。で、25日がマラソンランナー考察と。で、26日が、生田スタジオからスタートしてチャリンコ乗って追いかけて、この日も長いよ！3時間58分枠、1時間24分、3時間18分、3時間15分だから、えぐない ?12 時間近く配信やっておりますね、これね、ほとんどね。うん、この24時間の日は。2分の1、24時間テレビになってるね。で、そんなに配信したのに、翌日、疲れた顔して、8月27日、石川の隆起の休日で4時間配信してるっていうね。そう。もう、サムネイル疲れてるからね、顔ね。そりゃそうだよね。60キロもチャリンコ乗ってますからね。うん。なんで、翌日、体調壊した。ね、大変なことが起きたっていうね。確かこの日ね、人間昆虫採集の日だったんですよ。8月28日。元は人間昆虫採集のはずだったんだけど、もう夜9時からスタートしてダメだと。もう今日体調悪すぎると。
ということで大変なことが起きたと。で、大変なことが起きるとですね、49分しか配信してないのに、お前らの総攻撃が1万4000コメントと、ボロカスに言ってきたんだよね、この日ね。ちょっと人がね、こういう顔してね、体疲れてるとね、死ぬほどディスってくるっていう、恐ろしいね、ほんとね、死人にナイフですからね。うん。ね、こういう顔になって、もうちょっとダメだよってことで、日程変更します、みたいな言ってましたね。で、翌日、急にマスクつけて。そうなんだよね。体調悪くなったからコロナだと思って、急にマスクつけたのよ。そう。熱も出たし、咳も出たし、そう。もしかしたらコロナかもしれないって言って、久方ぶりに急にマスクつけたっていうね。うん。わかりやすくね、病院に行ってくるという。で、結果発表っていうね。いや、ちゃんと演技してますね。同じ顔でサムネイルしてますよ。ここでね、ちょっとでもニコッとした顔したら、もうすぐに、あ、陰性だったんだなってバレちゃいますから、リスナーに。そう。なので、ちゃんとね、顔演技してますね。演技歌、8月29日。この日でしたね、病院行ったのはね、陰性でした。はい。で、続いて。はい。で、調子こいて、あ、陰性だった、よかったな、って、TikTok をしたら、バンされたってことで、その鬱憤を追加して10分晴らすっていうね。おい、TikTok バンされたぞっていう。ねえ、ね、10分で4000ですからね。やっぱりね、俺がね、こう聞いてるときはコメント伸びるんですよね。はい、8月30日でございました。そして、出ました。8月31日、超定時配信。誕生日カウントダウン。これはね、黒歴史ですよ、これ。自分でね、カウントダウンって入れて、カウントダウンっていうタイトル入れて配信したのに、誕生日直前に、配信論がね、熱持ちまして、ブワー語り始めまして、タイミングが悪くて、で、そんな配信論語り始めたタイミングで日付変わると。そう。だから、今、おめでとうはいらねえんだよって言って、まあ、もうブチギレというね。いや、お前がカウントダウン入れたやないかいっていう話なのに、自分の話してるタイミングがちょっとずれたからといって、ブヒリ散らかすというね。最低な誕生日でしたね。で、続いて、見てください。あ、これ2幕目か。これ2幕目ですね。ね、若干反省した顔で、一応、ごめんなさいの4時間枠を開けるという。ね、ごめんなさいの4時間の枠を開けるんですけど、影響が大きすぎて、米全然流れねえっていう。いや、露骨に誕生日なんですけど、米が普段の半分以下っていうね。露骨に米少ねえっていう。まあ、深夜帯なんですけどね。まあ、一応深夜帯ですけれども、ちょっと少ないですよね。誕生日ですからね。誕生日一番米少ないっていう。そう。んで、続いて、9月1日、気分を戻しまして、ね、テンションを戻しまして、閲覧注意、人間昆虫採取ということで、4時間やりましたね。はい。やりました。まあ、これ結構楽しかったですけどね。うん。で、続いて、石川紀之選手権2023夏、コメントも3万超えまして、皆様にご愛顧いただきまして、たくさんのね、参加ありがとうございます。ゲスの極み T シャツ着てね、プレゼントのね。はい。で、ずるずるっと行きまして、この日はあれか、2枠またいだんだよね。5時間近く。うん。で、続いて、地震に敏感な石川紀之。ねえ、ちょっと関東揺れたからといって、昼の1時28分、揺れたよね。ねえ、揺れたよねって。そう。これ撮りました。覚えてますわ。なんか寝てたんだよ。寝てたらグラ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 って揺れたんで、昼にすぐ枠開けて、すぐ枠開けんだよね。地震が起きるとね。で、その日の夜は、ノリトーク。ゲスト、マイファーストストーリー、ヒロということで。まあ、これはまあ、まあ、盛り上がりましたね。まあ、今でも、録画の再生数一番多いですからね。この1ヶ月ぐらいでね。コメントも6万5千っていうね。すごい。ファンの方もたくさん遊びに来てくれて。めっちゃ楽しかった一日でございます。はい。で、そういう日の後、もうね、顔が違うもんね。やったったわっていうね。やったったわっていう。さっきの顔と全然違うからね。それで楽しい回があった後ってね、もうね、顔つきが違いますよね。サムネイルのね。はい。ね、これは誕生日プレゼント開封。4万コメント。多くいただきました。ありがとうございます。はい。で、台風13号接近中。まあ、これはね、その放送するかしないかみたいな感じで、朝枠つけたんだよね。で、昼の様子見て、まあ、やるかやらんか決めましょう、みたいな感じでございました。はい。結構いろんな放送やっとるやろ？こうやって振り返るといいよね、たまにはね。で、まあ、結局台風はいかなかったんだよね。で、家配信して、で、翌日、来ました。餃子を。
ここちょっとね見切れちゃってコメント数見えないですけど、本当にこの1ヶ月で一番アクティブ高かったっす、餃子王が。なんとですね、アクティブってね、そのコメント数ではなくて時間に対してどれぐらいコメントいただけるかってことなんで、これこの1ヶ月でその1時間39分でこれね4万コメントから5万コメントもらったんですよ。なので時間に対するコメント数で言えば、この1ヶ月一番アクティブ高かったのは実は餃子王の放送でした。はい。で、特に高かったのは、マックス鈴木さんの実況と、マックス鈴木さんが食ってる時だったかな。プールサイド鈴木の誕生。はい。そして、1日ツイキャスを明けまして、9月の11日、石川の竜樹、そっくりさんに会いに行くということで、かかし、見に行った放送ですね。まあ、これね、昼枠としてはニッチな配信で、結構俺は好きな放送ですね。はい。そして翌日、まあ、定期的にやっております。東京徘徊物語でございます。だいたい5時間か6時間くらい。まあ、これはまあ、安定ですね。はい。まあ、来場者数が結構多いんですけど、この配信はね、チラチラと見に来る人が多いです。まあ、1ヶ月に1回か2回くらいやってます。はい。で、また1日明けまして、9月の14日、オッサンズねえ、やりました。4時、これ、結構枠の時間長いね。これでも来場者数すごいんですよ。これ12、13、約20万人ぐらい。23万人来場者数で言うなら。すごいたくさんの人がね、放送にアクセスしてくれたわけでございます。さすが、配信者の皆さんだなっていう感じでございましたけどね。で、9月15日、許せねえよっていうね。そう、3時間48分放送しました。これは確かAmazon だよね。そのだんじり祭りに使う、道具が届く届かないでなんか許せねえよっていうタイトルをつけて、な、その後に、そのやらせ焼肉の話をしたりで、なんやかんやなんか盛り上がった放送だった気がします。はい。スマホ配信でやった時だね。で、もうこれはもうね、ご存知の通り、まだ記憶に新しいと思いますけども、だんじり祭りということで、ね、配信時間長っ長っ、もう遠征するとバケモンみたいに配信するね、これ。これ時間見て、これ。まず、最初、11万2000人来場者数、3時間14分。で、枠が切れちゃって、2時間27分。で、さらに2時間55分。で、続いて4時間。これ同じ日ですからね、これ。で、ホテルに戻って44分33。で、続いて1時間42分ってこと。これ全部ですからね、これね。足したらなんぼやねんっていうね。うん、14時間、5時間ぐらい。多分放送したんじゃないかなと思いますけど。そして、まあ、昨日ですね。うん。ガーシー初公判。まあ、抽選には漏れましたけれども、昼間ちょちょいと配信させてもらったよという感じです。そして今日の9月20日の本日という流れが、今月の、まあ、1ヶ月のね、配信でございます。で、今日ね、配信予定もね、ちょこちょこ上げたんだよね。いや、またね、詰め込み始めちゃったんだよね。もういつ病院行くんだっていうね。もう行きたいんですけどね、もうちょっとやりたいことが多すぎて、もう本当にあるのよ。もう、てか、書いてないやつもまだあるのよ。書いてないやつもある。あと10月、久々心霊来ますから。お待ちください。はい。まだね、予定表には上げてないんですけど、もうすぐ涼しくなるんで、涼しくなったら動くから。前から言ってるでしょ。夏はね、春とか夏はね、虫が多いから嫌なんだけど、秋になってこればね、だいぶ涼しくなりますんで、入れようかなと思ってますんで。で、まあこれがね、サブに上げたやつです。まあ考え中なんで、メインでは上げてないんですけど、10月やばいだろっていう、ノリトーク。まあこれまだちょっとゲスト発表しておりません。まあ9月の末ぐらいに発表しようかなと思ってますけど、ノリトークで。で、7日、河野さなび大会。これね、数年ぶりに4尺玉の花火上がるらしいです。だから行こうかなと思って、ちょっと電波との戦いなんですけど、河野さなび大会4尺玉。そう、ギネス記録のね、一番重たい、世界一重たい花火玉が上がるんですよ。そのギネスでございます。4尺玉です。ね。で、そして、10月8日、のり散歩、だんじり祭り。これね、7日8日にだんじり祭りやるんですよ。だけど、今度の10月のだんじりって、エリアが広くて、どこ行こうかなと思って、岸和田でもやるし、堺市でもやるんですよ。いろんな町で、その岸和田周辺の大きな町で、だんじりがあるんで、結構分散するんだよね。なんで、今度はね、岸和田じゃないだんじりに行こうかなと思ってます。なんか、堺市の方に、大鳥だんじり祭りって言って、なんか商店街を、こう引くだんじり祭りがあるんですけど、なそっちの方もいいかなとか、あと外部の方で動画で見た
あのタコ坊主はあれは、大阪府貝塚市になるので、この前ウォーキングで歩いたところだね。そう、タコ坊主は貝塚市です。だからまあどっちかかなっていう、貝塚行くか堺市行くかっていうところで、今ね迷ってるところです。なのでだんじりしか入れてないっていう感じだね。でこれね、俺自分でね入れてね後悔してんだけどね、調子こいたら気持ちよくなりすぎたら予定表作っててと思って吊り橋入れちゃったんですよね。動画で見たやつだよ。先日さ、そっくりさん会いに行くって言って、その時にさ、道立してる時に吊り橋の話ちょっとしたでしょ。あそこ行きたいなと思って。で、まああれって近畿地方なんですよ。なんで、まあだんじり大阪じゃない。そう。だからその流れで翌日行けるかなっていう、レンタカー借りれば行けるかなっていうことで入れたんだけど、どうかなっていうところ。だから考え中にしてるんですよね。あれ行けんの？いや、わかんない。だから行くんだよ。泣くかもしれない。今、日本に現存していて、基本的に渡れると言われている吊り橋の王様です。王者。そう。まあ、いろんな吊り橋が全国にあるんですけど、怖い怖いって言われてる吊り橋とか、まあ、観光地になってる吊り橋とか、例えば四国の神楽橋とかも有名ですし、静岡県とかでも、スマタ橋の、ね、吊り橋とかね、有名なんですけど、まあ、ほんとそれ以上に、ドマイナーなんだけど、知る人ぞ知る、キングオブ吊り橋。ね、有名じゃないからみんな知らないけど、知ってる人はもうみんなこれを押すっていう。最強の吊り橋。理由は、長さ約200メートル。高さ35メートル。揺れ最強。横なし。板3枚。そういう吊り橋です。要するに、歩くところの、下の部分が、板3枚しかなくて、隙間があって、補強されてて、なんか色違いの板がこう、バーってある。で、横は、ワイヤーしかないですよ。柵がない。で、かつ、ごっつ揺れるっていう。すごい怖い。はい。でも、考え中だからね。考え中だから。これ、火よって消す可能性あるから。それは、わかんないよ。考え中だから。で、今ね、今この予定表の中で、一番やりたくないものが一つあるんだよ。そう。一番やりたくないものは、クソ映画レビューなんですよ。いや、お前映画好きやん、レビューするの好きやんと思うやん。クソすぎて見たくないんだよ。そう。クソすぎて。もうちょっとさ、クソ映画か、クソ映画というか、その映画が公開されてから、ちょっと時間が経ったんで、まあ、Twitter とか YouTube とかで出てくるじゃん、いっぱい情報が。いや、相当クソすぎて、もうクソの、クソのクソっぽくて、なんかね、見る気失せてるんだよね。そう。なんかさ、大怪獣の後始末とかさ、ああいうのはさ、なんか、クソの中でもエンターテインメントっていうかさ、まだレビューできる楽しさがあってさ、見たいなと思うわけよ。ああいう映画はね。だけど、今俺が見ようと思ってるクソ映画って、マジで、ど単純にクソなんですよ。だからレビュー的に面白くできるようなクソさではなくて、もう単純にうんこなんですよ。そう。だから、なんか、見たくねえなと思ってんだけど、でも多分みんな聞きたいと思うから、いや、それ盛りとか全然いいよ。大怪獣の後始末とか、シークレット・オブ・松下とか、あの辺はクソのクソで、突き抜けてるクソさだから面白いんですよ。まだ！いや、クソだよ。クソなんだけど、突き抜けてるから、なんかちょっとエンターテインメントもあって、なんかちょっと笑けてくるわけですよ。だからまだレビューしてても楽しいんだけど、俺が今見ようと思ってるクソ映画って、なんとも言えない微妙なクソなんですよ。そう、突き抜けてないんだよ。なんかもう、要するにうんこしてて、何回ペーパーでキス拭いても、うんこついちゃうみたいな。キレが良くないんですよ。ね、さっき言ってた、名前挙げてた映画っていうのはキレがいいんですよ。まだクソだけど。だけど、もう何回クソ拭いてもクソがつくみたいな、なんか微妙な感じなのよね。そう、じとーっとしたしつこい感じなんですよ。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。